はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんはです。さあ本日なんですが、ネクロスデッキ9期最強と歌われていたネクロスデッキをね組んできたのでご紹介していきたいなというふうに思っております。まあ、今でもねなかなか戦えますけど、あのエクストラデッキ使わないデッキに対しては結構弱いですね。はい先に言っておきます。あのネクロスってどういうデッキかっていうと、エクストラデッキから特殊化されたモンスターに対して結構強いデッキなんですよ。まあそのモンスター軍として、まあ、ユニコールとあのクラウストラスっていうモンスターたちが、まあ、エクストラデッキから出てきたモンスターに対してかなり強い効果を持ってまして、まず、ユニコールのネクロスは、このカードがモンスターに存在する限りエクストラデッキから特殊化された表表示のモンスターの効果が無効化されると。で、クラウストラスはエクストラデッキから特殊化されたモンスター1体を対象に取ってターン終了時までその打点をゼロにして効果無効にするっていう効果なんで、これねエクストラデッキを使って展開するデッキっていまだにねたくさんあるじゃないですか。そういうデッキに対してはもう非常に強いです、このモンスターたちは。はい、しかも発動する効果じゃないですから、ユニコールのネクロスのはね。なんで相手の結構その効果もかいくぐって無効にしてきたりするからね、これ結構強いんですよ。これの2体をね並べとくとね、エクストラデッキ使うデッキは大体黙ります。はい、まあエクストラデッキを使わないデッキっていうのもたくさんありますから、今環境でね、そのまあ例えばエルドリッチとかああいうデッキとかにはもう全然何もできないですけども、まあそれ以外のねエクストラデッキを使ってくれるデッキであれば、まあ結構戦えるかなっていう感じですね。でまあギミックとしてはドラグマが入ってる、まあ、いわゆるねドラグマネクロスっていうデッキなんですけど、要はエクストラデッキをあんま使わないんですよ。ネクロスデッキって要は儀式モンスターが強いので儀式で戦っていくんで、結構ねドラグマのギミックと相性が良くて、あのエクレシアとか、フルルドリス、それからこのマクシムスドラグマとかと相性が良くて、まあ、この辺のモンスターたちを入れて、まあ、そのあんま展開力がないのでネクロスって、展開をサポートしてあげたり、まあ、アタッカーとして用意したりとかっていう感じのギミックになっておりますね。でやっぱね強いのはね、このねユニコーンのネクロスがめっちゃ強くて、まあ、ブリューナクで手札から捨てるとユニコーンのネクロスとか、そのクラウスラスのネクロスとか全部サーチできるんだけど、このねユニコーンのネクロスをその要はネクロスの万華鏡でね、そのアークデクレアラーを素材にしながら墓地を送ることによって出していくと、これちなみにあのエクストラデッキのモンスターをね素材にしてリリースできるんだけど、この儀式魔法ね、これでリリースしていくとネクロス、ユニコーンネクロス出しながらやっぱ儀式魔法が儀式モンスターサーチできるっていう、このムーブがめっちゃ強い。またはヌトスを墓地を送りながら相手のモンスターを除去りながら、相手の魔法トラップを除去りながらユニコーン出せるっていうのは、これが強いですね。はい、非常に相性がいい。はい、なので、まあ、ちょっとですねやりすぎかって思われるかもしれないですけど、これから入れました。ヌトス3枚いるって思ってるんですけど、一応ね、はい、入れるカードもそんなないし、これぶち込みましたね全部ね。はい、で、まあ、ネクロスモンスターって、まあ、他にもたくさんいて、まあ、相性がいいカードね。まあ、モンスターとしてはやっぱりこのグングニールとか、あとこのジジイバルキュルスとか、それからこのソッピアのネクロスとかいろいろいるんですけど、一応今回は、まあ、エクストラデッキメタなんでクラウストラスと、まあ、ユニコールで戦いながら、このモンスターたちをバルキュース、あ、ディサイシブで守って、で良きところでトリシューラを出していったりアラドブラ出していったりするっていう、そういうね、デッキにしてきました。正直ね、グングニールはちょっと欲しいかなっていうシーンは何回かやっぱあるんだよね。だから、まあ、グングニールとかは入れてもいいかもしれないこれ。うん、まあちょっと枚数増やしちゃって別に回んなくなるわけじゃないので、まあ、こんな感じにしてもいいかなっていう気はしますけどね。要は相手ターンにそのエクストラデッキに対するメタ以外にあんまやることないんで、まあ、グングニールぐらいで相手を除去していくっていうのはあってもいいかなっていう気はするね。あと手札から捨ててこれ効果戦闘で破壊を1回その耐性を与えることができるから、うん、入れてもいいかもしれないこれは。うん、でトリシューラは、まあ、めっちゃ強いからこれね絶対入れて、これは相手のフィールド墓地手札のカードを1枚ずつ選んで除外できるんでめっちゃ強いから、はい、これ入れてください。で、アラドバル、これも入れてください。これね、モンスター効果無効にできるんですよ。モンスターの効果が発動した時に自分の手札のフィールドのモンスターをリリースすると、発動無効にして除外するよって思ってるんで、これも1枚あった方がいいですね。はい。まあ、これあれば多分ね、これはね、1枚でいいと思うわ。ブリューナクとクラウストラスと、ユニコールは、まあ、まあ、エンジンなんで、これ3枚済みですけど、ここは全部1枚でいいかなって気はしてます。はい。で、それをサポートするための儀式の準備とか、まあ、これはブリューナク持ってくるよとかですね、ブリューナクとかのクラウストラス持ってくるよですね、とか、デクレラディバイナーですね、デクレラディバイナーで、アークデクレラを墓地送って、
まあ儀式モンスターとか儀式魔法をサーチできるんで、まあ、この辺は入れた方がいいかなっていう、そういう感じですね。で儀式魔法はまあ、 あの2枚ずつにしてるんですけど、これあの一旦に一度しか発動できないんで、基本的にはだから散らした方がいいっていう、まあ、そういう理由ですね。あとはまあ誘発ケアの儚とか、が入ってる、まあ、ウララとかゾウジーとかね、はい、いうカードが入ってるっていう、そういう感じですね。まあ、ここはあんまいいことねえかな。でエクストラデッキは、相性がいいカードを入れておけばいいんだけど、まあ、ヌトスちょっとね 3枚もいらないかな、これ3枚もいらない気がするけど、まあ、ヌトスとか、あとアークデクレア以外にも、スカルナイト、これあの墓地から除外すると相手のモンスター破壊できるよっていうことがあるんですよ。なんで、まあ、万華鏡であのブレーナーク出しながらこいつ墓地を食っといて、相手のモンスター破壊するっていうこともできますし、あと、クラウストラス、これ課長の方ね、課長クラスロスはこれ単純にこの万華鏡で、まあ、たまにやるんですよ。クラウスラスだけ出すっていうことがあるんで、一応3を1枚。それからこれブラックローズはこれレベル7だったら何でもいいんですけど、クラウスラスとユニコールを同時にこれで出したいっていう時にがたまにあるんで、なんでレベル7を1枚。それからクリスタルウィングシンクロドラゴンはアルティマーツヨルキンから出してくるんですけど、レベル6がね2体並ぶことがあるんですよね。デクレアラディバイナー と、ブリューナクを2体並べると、一応レベル6のチューナーと非チューナーなんで、ここでアルティマーツヨルキンしてからクリスタルウィングとかもできるんで、一応1枚と、それから氷華界の竜トリシューラーは3と6、クラウストラスと、ブリューナクっていう出し方をするときに使うから一応9、1枚と、演算機ファイナルシグマ、これはですね、シンプルにシンクロ召喚もできるんですよ。一応ブリューナクとデクレアラディバイナーでシンクロ召喚してこれも出せますし、あと2体ブリューナクのネクロスを2体出すっていう時に一応1枚で、万華鏡から出せるように入ってます。まあ割と効果もめっちゃ強いですしね、こいつはね。で持ち帰るはこれなんで入ってるかっていうと、これこのマクシムスドラグマ、これで墓地に送った時に墓地の水属性を回収できるっていう効果があるんですね。だからこれでブリューナクのネクロスとか、あとユニコールのネクロスとか、この辺のモンスターを回収してくることができるんで、結構強いから、うん、これこれを出すとこのアークデクレアラーの効果と、まあ裏返る、あ、裏返るじゃない、持ち返るの効果で、手札がね2枚増えるんですよ。でこれが結構強くてね、入れてますという感じですかね。まあ、そんな感じですかね。早速ね、ネクロスやっていきましょう。ちなみにネクロス環境では全然僕遊戯王やってなかったので、プレイングかなりガバイです。すいません、謝っておきます、先に。よろしくお願いします、デルサバイ。エクストラデッキ使い来てくれ、頼む。エクストラデッキ使ってくんないときついんだよ。エクストラデッキ使ってくれ、頼むよ、みんな。デクレアラーディバイナーを召喚。デクレアラディバイナー召喚でいいな。これブリューナクのネクロス持ってこなくて何もできない。デクレアラディバイナーの方が発動。ウララ投げてもいいぞ。ウララは投げてもいいぞ。ウララないのか。なるほど。で、アークデクレアラーの効果を発動していくぜ。アークデクレアラーの効果。で、ブリューナク乗ってきて、ブリューナク効果。ユニコールかな、これ。ユニコールっぽいな。ユニコール持ってきて、クラグストラスよりもユニコールの方が強そう。なんか永続的に無効にした方がね、多分ね、縛りつけちゃった方がね、さすがに強い。まあ、レベル6、2体並べて、アルティマーツヨルキンっていう話も一応ありますけど、いや、さすがにネクロスデッキって言ってんだから、初手からいきなりさ、アルティマーツヨルキンからのタクシーからのクリスタルウィングはちょっとやるべきじゃないと思うんだよ俺。いや、これさすがにユニコールで、まあ一応後続も用意できるしね。ちなみに一応ここで重シンクロもできるから、バロネス来たらバロネス出せるねこのデッキで、これで一応バロネス出せるんだ。ワンチャン強いな。アーデックでいいかな。ここはシュリとリリースするよりも、まあ次期ゲシはもねえしな。儀式はこねえんだよな。まあでもこれこっちの方がいいか。で、こうして、で、これディサイシュ持ってきてきますか。一応ユニコール刺繍みたいな感じでいいかな。これ、まあ、合ってるのかな、この回し方。俺ネクロス現役の時とか全然遊戯やってなかったからさ、わかんないんだけどさ、これとりあえずディサイシュ持ってきてさ、なんか伊達で抜かれないようにしといたらいい説ある。結構これ結構強そうじゃね。言うてさ、エクストラデッキから出てくるモンスターって大体打点高いからさ、ユニコールやられんだよね、結構戦闘では。
やっぱそこでのねディサイシブ結構強いんだよね。でまあ一応効果破壊耐性も与えられるよっていうところ見しといて、はい、レンドかな。まあちょっとここで、まあ、後続のブリューナクを持ってきた方が正直次の展開は強いんですけど、ちょ、相手のターンもそのユニコールを死守しないといけないんで。あ、石化の光ね。これ何これ、怪獣かな。怪獣って終わるね。シンプルにリリースされて終わるね。リリースされてなんか人生終了しそう。いやだ、まだ死にたくない、まだ死にたくない。ちょっと待ってくれ。ちょ、なんか全然、あー、悲願か。悲願はエクストラデッキ使うぞ。悲願はエクストラデッキ死ぬほど使いますね。まあ、悲願かどうか知りませんけど、悲願とか幻影とかはめちゃくちゃ使うんで、エクストラデッキ。多分、まあ、もし悲願であれば、これ石化悲願とかいうデッキあんの？なんか俺あんま詳しくないんだけどさ、悲願は。これ、石化悲願とかいうデッキが存在してるやつですか？まあでも、だとしても、これケルピンとかの効果全部こうなるんで、結構強いですよ。ユニコールさん、エクストラデッキから出てきたモンスターの効果全部無効にするんですよね。永続的に。スキルドレインみたいな感じです。はい。エクストラデッキから出てきたモンスターだけスキルドレインみたいな感じなんですよ。だこれね、さすがに相手結構きついと思う。もし悲願なんだとしたら。言うて、悲願は墓地送られた時に、除外してくるモンスターがいるので、あれで除外してから展開してくるとかはあるかもしれないけど、まあ、ここ、それを、ハカーナの指名者っていう最強のカードでケアできるんで、今。グラバースニッチ。これも、ハカーナぶち込んじゃっていいんじゃね？はい。グラバースニッチ君は、ちょっと残念ながらハカーナの指名者で除去させてもらうぜ。さあ、どうした？そんなもんか？おい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 。大丈夫か？エクストラデッキからできたモンスターの効果を全部無効になってるからな。よろしくな。スカラマリオ。いいだろ。えれえ頑張って展開してっけどよ、このモンスターを突破する手段は入ってんのか、そのデッキの。おい、ダンテ君はいいわ。あ、でもダンテ、あ、でも大丈夫だ。ダンテも打点が上がるっていうのは効果だから、無効になってるんで打点が上がんないんで、抜けませんね。はい、最強です。で、あ、ベアトリーチかな。あ、ベアトリーチね、オッケー。ベアトリーチオッケー、全然いいですよ。で、オロマイ使えるのは次のターンに行こうですよね。で、バルバリッチの効果で、はい。あー、それは別にいいですよ。バーンダメージですね。はい、OK です。OK です。問題はございません。バトルフェイズ。よしよしよし。困ってるぞ、これ。相手これ困ってんな、相当。相当困ってるぞ。で、ユニコールは効果で破壊されなくて体勢を得ていく。で、フィールドと墓地と手札に今全部カードありますね。ネクロス相手にフィールドと墓地と手札にカードを用意するっていうことがどれだけリスクかっていうのを分かっちゃって差し上げましょう。と思ったけど儀式できねえ。と思ったけど儀式できない。いや、これブリューナク、いや、これね、でもね、ディサイシー持ってきてくれないと、お前ワンチャン死ぬんだよね、ユニコールが。ちょ、それあんま良くなくて。でも、ディサイシー持ってこな、結果論ですけど、ここはディサイシブじゃなくてブリューナクだったら次のターンも動けましたけど、まあでも結果論だからね、それは。ああ、ベアトリーチ、いや、まあ一応コストを払えるけど、オロマイはできないよ、ちなみに。うん、それはできない。で、スカラマリアの効果でサーチも別にいいよ。これユニコールが一生抜けないもんであるの相手。シンプルに展開できるんで、一応横展開して打点で抜くくらいしかないじゃないですか今。まあ、ディサイシブありますけどね、そのためのディサイシブなんで。めちゃめちゃ頑張るやん。なんか回答あんのかな、まあ、とりあえず増殖する G とかいう最強のモンスターの効果でが通っちゃったので、もうあとはもうなんかひたすらにやばいことが起きるんですけど、先にそっちが来ちゃうスタイルはまあ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 、一旦じゃあこれはユニコールで回収かな。ブリューナク、ブリューナク回収して儀式は方がないと思う。そもそも儀式はできないんだよね。いや、もうなんか雑にしょろ、すげえ雑にしょろ。これね、まあ、シュリット使うんだよね一回。で、万華鏡効果使って、シュリットするじゃないですか。で、これで史上最強の除去ですよ。これがネクロス界史上最強の除去。
トリシーダのネクロスを儀式召喚。トリシーダのネクロスは儀式召喚に成功した場合、相手のフィールドおよび墓地および手札から1枚ずつ相手のカードを選んで除外するというあまりにもやべえ効果を持っている。やべえやつ来たー。ベアトリーチェ、ああどうぞどうぞ、効果どうぞ。全く問題はございません。でですね、ここはブリューナクのネクロス持ってきて、ブリューナクでクラウソラス持ってきて、クラウソラスで儀式持ってくる感じかな。で、ベアトリーチェと、墓地の、まあ、スカラマリオンと相手の手札を1枚除外していく。つえー最強やだって効果。あ、めんどくさ、回収か。はいはい、回収はいいや、回収はいいっす。はい、大丈夫です。全く問題ないです。全く問題ない。で、いいです。もう解消も全然問題ないです。で、ブリューナクのネクロス効果発動。ブリューナクのネクロスで、クラウソラス持ってきて、で、クラウソラスの効果で儀式持ってきて、これは反魂術ですね。墓地から儀式するんで、反魂術。で、反魂術で相手バウンスしましょう。ほい。でもちろん出してくるのは最強モンスター。これもう一回ユニコールでもいいな、もう一発ユニコールでもいいけど、まあ一応ブリーナか。ネクロスだよ、全員集合。全部出したかったら、なんか一旦に全部出すのはちょっと難しいですよね、ネクロスって。そうは言っても儀式の方がね、なんかそのサーチがちょっと若干その特殊なので。で、ドラグマの聖女エクレシアを、召喚してエクレシア効果で何らかのモンスター持ってきて、フルルドリス、はい。で、まあもうバウンスしようか。いいや、フルルドリスなんて別に、これ抱えてても死ぬだろ相手。はい。でバウンスしたら相手は何も起きない。バトルフェーズ入って、俺の計算上では、俺の、ねえ頭で考えた結果、この打点はもうすでに相手のライフを上回っている。刺さってよかった。こうやってね、相手のね、エクストラデッキをめっちゃ利用するデッキだとね、ぶっ刺って相手何もできないで死んでいくんですよ。これがネクロスの強いところですね。はい。ちなみに刺さってないと、マジでこっちがボッコボコにされます。さあエクストラデッキを使ってくれよ、最低限頼むぞ、最低限エクストラデッキ使ってくれ。まずはブリューナクのネクロスをぶん投げていくが、裏あります。さっきから2連発裏に投げられて、あ、オッケー、大丈夫だ、ない。本当にね、裏マジでぶん投げられ続けてて、全然初動通んなくて、儀式モンスター立てられずに死ぬっていう展開何回も起きてるんで、やっぱ春裏っていうカード強いなって思ってますね。はい。いや、このデッキ冷静に見るとさ、エクストラデッキすげえ高えよな。なんか、まあ、アーレクは別にあれだけど、そのヌトス3枚って、まあ、ヌトス3枚もいらないからって思いますけどね、正直。ヌトス3枚あったら勝ったのにみたいなシーンはあんまないから、まあなくてもいいかなって思ってる、あヌトス3枚はね。まあ、アーレクはさすがに3枚だけど、これはさすがにディサイシブのネクロスを持ってこざるを得ないのではないでしょうか。結局ね、こうね、ユニコール構えてディサイシブ置いとくぐらいが一応、これが一番強いと思うんだよね。結局これが一番強いと思う。まあ一応これで今クラウサラス持ってきたら、もちろんクラウサラスも出せねえや、クラウサラス出せねえからあんま変わんねえわ、あんま変わんねえ。これ相手何デッキだ、これマーリンだ、やばいやばい。でもマーリンは裏で止めるまんなんとかなって、おばあちゃんが言ってた、マーリン止められたら相手は泡吹いて死ぬって言ってた。雪春だ、幼女をぶん投げて、ジジイを無効にしていく。よし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 、これで辛いはずだ。相手は結構マーリンはうららがぶつさりますからね。そのウィッチガイドとかと同じで、結局そのリリースしてデッキ化特召喚のやつはなんかあの幼女が刺されすぎてやばいっていう、はい、そういう話はあるよね。まあそうなるんですよ、そういうこと、そういうことです。ブリューナク来た。オッケー、これは強い。これは強いぞ。
これは強い。ただ、まあ、言うてこのターンで削り切るの多分無理だな。このターンで削り切るの無理だから、シュリッと持ってきて、これあれか、アラドバル出しといたらいいか。アラドバル結構強そうだな。アラドバル出すか。アラドバルワンチャンあるな。ドバルワンチャンあるな、これ。で、ネクロスのコーマ鏡。で、コーマ鏡効果で、シュリットをリリースして、アラドバル出そう。ほい。で、アラドバルはちなみに、相手のモンスターの効果を、なんかネクロスをリリースすると無効にして除外するっていう、なんかすげえ強そうなモンスターです。はい。あ、こいつムービーあるんだ。こいつムービーあるんだ。そいつにムービーあるのね。なるほど。で、まあ、これはノーチェーンで、まあ、次のターン考えてブリーなくてもいいけどな。まあ、一応対象耐性トリシュラもあるな。対象耐性トリシュ、対象耐性って。対象耐性トリシュラでいいか。次のターン、トリシュラ、うん、まあ、あんまり、まあ、なんか普通にブリーなく持ってきて、あのトリシュラをサーチしたいんですけど、なんでブリーなく単一してるんだろうな。別に単一つけなくてもよくね、もう、もはやこのカードパワーだったら。まあそんなこと言ったら、あの9期さらにおかしかったかもしれないからあれやけど。でこれでエンドしていいかな。一応トリシューラは手札から捨てると相手の対象に取る効果を無効にできるよっていう効果があるんですよ。なんです、結構まあそこそこ強いんですよね。でモンスター効果はアラドバルが止められるんで、まあ、かなり強い方かなと。デュランダル、なるほどね。聖騎士と遠征騎士入ってるやつか。これなんか遠征騎士結構強いんだよね、あのシンクロモンスターが。なんでこのシンクロモンスターが強いっていうことは、ユニコールのネクロスがぶっ刺さりしてるっていうことなんですよね。鬼刺さりしてるっていう。まあ、結局エースモンスターがシンクロモンスターとかエクシーズモンスターのデッキの場合はユニコールがマジでやばいことが起きてて、まあ、結局そのユニコールが抜けない、ユニコール手札ディサイシブの あの盤面が抜けないっていう、まあ、そういう話で、なんか謎のモンスター拾ってきた。誰やお前、オリビエ。なるほど。美味しそうな名前してますね。さあ、ここで、ハリファイバーからなんか出すんですかね。あ、イゾルデか。はい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 。イゾルデの効果は、うん、まあもちろん無効になってると。あの、一応コストでは送れんだよな、多分これ。コストでは送れるな。コスト送りはできそうだけど、これ今効果無効にして除外したって思ったかもしれないんだよな。まあいいや。はい。でそれは何、これ誰やねんお前。なんかようわからんけど、多分ゴッドフェネックスギアフリードはマジでやばいな。まあでもアラドバルがいるから大丈夫。ターンチェンジ、その天命の聖剣だる。クラウソラス来た、クラウソラス来た、やばい。それは神ゲー。これは選んで除外すればいいのでは。トレシューラ出しちゃっていいかな。手札もあるね、墓地もあるね、フィールドもあるね。ちなみにお伝えしておきますが、速報、ネクロスを相手する場合は墓地かフィールドか手札どれか0万にしといた方がいいですよ。はい。なんでかって、今からやべえことが起きるからだよ。教えてやろう、これがネクロス界最強のモンスターっていうことをな。俺は墓地で存在するシュリット一体をレベル9の素材として儀式召喚、現れよトリシューラのネクロス。そのモンスターは儀式召喚に成功した場合、相手の墓地およびフィールドおよび手札のカードを1枚ずつ選んで除外するというあまりにも恐ろしい効果を持っている。こんな効果が許されていいのか。1枚出しただけで なんで3枚も相手のカードを除去することができるんだ。天命の聖剣これ装備させて、あいつサンドバックにしたろ、サンドバック状態にしたろ。除外するの何でもいいな、これ。これで手札も除外しろ。えい、ほら天命の聖剣つけろ、天命の聖剣をイゾルデにつけろ。バトルフェイス、いけ、クラウソラスのネクレスで天命のイゾルデに攻撃。お前は一旦一度戦闘では破壊されねえらしいな。ちょうどいい、サンドバッグと貸してもらおう。いやー、やっぱねこのユニコールの制圧が、あの効く相手だったらマジで相手何もできずに死んでいく、これが気持ちいい。対戦ありました。いやー結構いるね、あのエクストラデッキ使わないデッキ結構いるね。なんか割と怪獣かぐやとかもそうだし、まあ、ヌメロンとかは刺さりますけど、一応
あのエルドレッジとかも全然使わないですし、まあ、合金入ってるで結構使わないですよね。あとあのドライトロン、まあ、ドライトロンも言うてファフィンメペーター止められるんだけどさ、なんかあの儀式モンスター自体止められるわけじゃないから結構辛いんだよね。うん、まあ、とりあえずまあ、いつもの展開をしていくしかないかな。これは万華鏡のネクロスで天帝の人もあるのはでかいな。でブリューナクのネクロス効果使う。これはユニコールクラウストラスができそうですね。で儀式の準備を先打ちかな。これは天帝の人でもどっちの持ちか。天帝の人打ってでそうだな、エクストラデッキからスカルちゃん送っとこうか。スカルちゃん送っといてでエクレシア持ってきてでエクレシアとフルドリス構えればいいかな。あーでもあれですね、相手にエクストラ送るのもありですね。でまあ儀式の準備打ってでクラウソラス持ってきてでこれはまあ一発で出しちゃっていいか。クラウソラスネクロスを両方とも出していくスタイルでいいかな。まあこれでエクストラ使わないデッキあったらめっちゃ楽けどねこれで一応レベル7を落とすとエクストラデッキから一応これ両方とも出せるんですよ。これでまあ、エクストラデッキから出てきたモンスターの効果が永続的に無効になるし、エクストラデッキから出てきたモンスターの攻守をゼロにして無効化するよっていうモンスターが一応出てくると。まあこのクラウソラスはね、ドラッグオブレッドアイズ時代小学生が考えた最強デッキあるじゃないですか、最強モンスター、僕が考えた最強モンスター、あれが活躍していた時期にクラウソラスとリリーサーをコンボしてね、使っている人が結構たくさんいたと思うので、まあよくご存知の方も多いんじゃないかなとは思うんですけど、これこっちの方がいいか。まあこれで構えといて、こうではまあいいか。ちょっといいのか、今あれだったらなんだっけ、フルルドレス、フルルドレスじゃなくてあちらの新刊の方でもよかった。新刊の方で次の、あの新刊の方が強いかもしれないな。これさすがにエクストラデッキケアしすぎもんであるな。これ今多分新刊の方がいいですね。新刊の方を出しちゃった方がで、アーデクとなんか持ち帰りかなんか送っちゃった方が良かった気がするな。おっ、何してんの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 、